ようございます。来ているなら来ているとおっしゃってくれればよかったのに。すみません。これからしばらくは私にお料理を任せていただけませんか？私、考えてしまうことがあるんです。たくまさんの受けた傷が、このまま回復しないで、ずっと私が看病し続けられたらって。そんな風に思う自分が、時々嫌になります。嬉しいです。
何をしている。騒ぐな。何をしていると聞いている。どうしてお前がここにいる。なるほど、どうやら同じことをしているらしいな。だから清野か。いや違う。だが目的は同じところらしい。フィオナ・アシュームだ。ここには近づくな。お前には関係ない。勝手にしろ。ただし、何があっても俺は知らない。辛そうだな。お前は帰れ。この森は血の匂いがこびりついている。普通の人間には耐えられないはずだ。今日じゃない。10年。いや、もっと昔だな。そんな昔からの血の匂いが未だに渦巻いている。ここで死んだ大勢の人間の怨念というやつか。それでもついてくるなら俺のそばから離れるな。あの世に連れて行かれるぞ。
あの中にフィオナ・アシュームがいる。わかるんだよ、俺には。そうだ、あそこが奴らの住処だ。ロゴスを知っているのがお前らだけだと思うな。お前らの仲間になれというのか。それは無理だ。俺はお前らの仲間になる気はない。言っておくが、鬼切丸なんてものにも興味はない。いや、違うな。俺はそいつに恨みさえ持っている。できればこの手で叩き壊したいところだ。なんだこの痛み。あの館から。戻るぞ。これ以上ここにいるのは危険だ。命と宝具、どっちが大事か考えろ。宝具、鬼切丸、そんなにそれが大事か。だからお前らは。いいから来い。ここまで来れば平気か。いいか、
この辺りを勝手に一人で動き回るなよ。ああ。鬼切丸を壊し、この世からその存在を消す。それが俺の目的だ。それはお前が決めることだ。だがこれだけは言っておく。俺はお前がこの村に戻ってくるのを待っていた。知らされる。鬼切丸に関わる血塗られた事実をな。その時お前がどうするか。今言ったことは忘れろ。そしてもう俺に関わるな。芦屋正隆、あいつには気をつけろ。ここにいましたか。探しましたよ。ここは昨日、芦屋さんが教えた場所です。ではダメです。今はまだその時ではありません。さて、これで2つのホームが揃いました。この事実を知るのは私とあなた、それからババ様の3人だけ。
明日は洋館の周辺を調べましょう。この家の周辺には守護者が存在しないようにします。ここに何か重要なものがあると悟られるような行動は全て避けなければ。守りません。ロゴスに持っていかれるのは最善ではないですが、それもまたいいでしょう。我々は洋館に行くんですよ。あそこがロゴスの本拠地であると聞いた時から、その可能性を考えてはいたんですが。気づきましたね。洋館には3つの宝具があります。2つの宝具が奪われるとき、ロゴスの人間の少なくとも一部は洋館を離れている。その際には戦力を二分したロゴスに対し、我々は全力で当たれる。アイ、ツバイが宝具を取りに来てくれれば言うことはありませんが。具体的に組み上げたのは、あなたが洋館に宝具の存在を感知した時ですが。
私にできることなんてほとんどない。今お前、俺見てため息ついただろ。どうした？体調でも悪いのか？詳しく話してくれ。いつ知った？どこで？どうやって？待て、なんでそんな重要なことを俺らは知らないんだ？しかしなぜ俺たちも行くんだ？俺たちにも封印の見回りがある。そうそう動くわけにも。
まあそれは俺も前から気づいてたけどな。よく気づいたな、お前にしちゃったから。そういうことなら洋館の周囲を探れば、あるいは真珠の気配を感じることもできるかもしれない。だんだん大見さんに似てきてるんじゃねえか。俺たちも協力しよう。なんだよ、ずいぶん仲良さそうだな。さあ、気を引き締めていきましょう。本拠地の探索とはいえ、状況によってはロゴスと遭遇する可能性だってあるんです。ここからは二手に分かれましょう。私と洋館の近辺を探ります。アトリ君、小村君はさらにその外周を。
やはりここは不吉ですね。これまでの戦い、先日のフィアの件、あれだけ恐ろしい目にあって、まだあなたは話し合いなどという甘いことを考えるのですか。世の中はあなたの思っているような甘いところじゃない。きっとそうではないかという希望や理想は現実を見る目を曇らせます。時が経てばあなたにも分かるようになるでしょう。綺麗事だけで生きることはできないと。あなたが玉依姫になったことは、他のどんなことより奇跡と言えるのかもしれない。あなたを試しました。私は最初からアリアさんとの話し合いをするために来たんです。アリアさんが利用されているという事実を聞かされた時から、あ
まあ私の場合、信念からではなく、くだらない策略と計算からですが。しかしこれはとても危険なこと。あなたが自分から言い出さなければやめておこうと思っていました。行きましょう。お供します、玉より姫。